皆さんこんばんは。小室よりのネットでウィークエンダー、今週も始まりました。 MC のりょうじです。よろしくお願いします。緑の人って言われてます。緑の人って言われて今日も緑ですね。今日も緑です。はい、ですね、コメントを読んでましたですね。はい、うん、何、動画の下にコメントつくじゃないですか。はい、はい、男性差別番組だと思うとをね、いただきまして、はい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 、まあちょっと前に私のその分母が大きいですよねっていう話をさせていただいたじゃないですか、うんうんうん、それから直した後で言われているので、うんうん、分母が大きくても小さくても男性差別番組というふうに取られているのかなと、なるほど、いうふうにねちょっと感じまして、うん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 、で今日はそれに回答になるかもなというようなネタをちょっと用意してみたんですけれど、男性差別なのかそうではないのか、まあそれでもある程度男性をちょっと良くないんじゃないっていうふうな感じで喋ってることは確かですよね。領事は同性だけにやっぱ同性にちょっと厳しいよね。同性に厳しいかどうかはともかく女性には甘いですね、私は。そっちかよ、はい、そっちなのかよ、ええ、だから比較で言うとそういうことですね。わかりました、はい、じゃあ今日のニュース見てみましょう。はい、はい、ソロキャンプの女性に手伝うよ、危ないから気をつけて、やたらと話しかけてくる男は一体何今年の4月9日の一体何ビッグオブニュースですね。もういっぱいある、うん、ソロキャンプですよ。ソロキャン、うん、私もソロキャンね一回やってみたくて、うん、最近バルコニストとか、うんうんうん、ベランピングとか言われてるじゃないですか、はいはいはい、ベランピングね、はい、あれを、うん、実はこの夏挑戦しようと思いまして、はいはい、うん、今ベランダをきれいにしたところまでやりました、うん、なるほど、はい、まだ始めてないんですね準備段階で燃え尽きちゃった感じで、まあ、ゆるキャンとかね、ドラマも漫画も流行ってますから、うん、でソロキャンプ行かれる女性は増えてきてるっていうのはね、うん、あるらしいんですよ。で手伝うよ、危ないから気をつけて、これ親切じゃんじゃないのと思ってる男性結構いると思うんです今、うんうん、男性目線で、うんうん、っていうことですね、はい、続けていっていきましょう。ソロキャンプに初挑戦したという女性がヤフー知恵袋に投稿した相談が注目を集めていますと、うん、今年の4月ですからね、うん、おじさんはそのある個人を特定してますね、テントの設営から火起こしなど初期段階から、うん、手伝うよとずっと声かけ、うん、で夜になるとですよ、女性のテントを勝手に開けて、うん、いきなりお邪魔してごめんね、夜は危ないから気をつけてねなどと言ってきた、うん、でそのおじさんの他にも水を運ぶ手伝いを申し出る男性などもいたと、まあ、いろんな人から手伝うよと声かけられたと。私もねこれぐらいはするかもしれない、水運ぶ手伝いを申し出たりとかね、うんうんうん、ちょっと反省はい、でその女性曰く、はい、本当にうんざり、キャンプ場で女性に声かける男は一体何を考えてるんですか、手伝うよ任せてって、それが楽しくてキャンプに来てるんですよと怒りをにじませていたと、はい、いうことでございます。ここまでで何かあります？もう男性からしたら、うん、これの何がいけないのって思うんでしょうね。いやここがさすがにねちょっとねやばいですよね、女性のテント勝手に開けちゃうのは。これ私の周りの多くの男性だったら、はい、心配して声をかけてあげてるんだと、うんうん、その子のためを思って、うん、一人でキャンプ場に行ったら、うん、他の男性にもしかしたらね、うん、危ない目に遭うかもしれないから、うんはい、自分がっていうことだよねきっとね、という感覚なんでしょうね、うん、きっと、うん、はい、続いていきます。でこの投稿がですね、キャンプバーベキューの Q&A ランキングで1位になってしまったと、はい、うん、じゃあその反応がどういったものがあるかというと、若い子にくっつきたいだけ、うん、まあ、その通りです、はい、くっ
口さ聞きたいのね。女性さんは男性様より知識、経験、体力ではないという間違った思い込み。はっきりとした言葉を使って断る方がいいと、うん、で特に勝手にテントを開けたっていう行為に対しては、うん、犯罪まがいの行動、うん、防犯ブザーを鳴らしてもいい、うん、その場で叫ばなきゃダメ、うん、スタッフに通報が安全と、うん、様々な意見が、うん、でもこれ犯罪まがいじゃないです。犯罪ですよね。犯罪です。犯罪です。女性のテント勝手に開けちゃってるわけですからね。ダメですね。スカートめくると似てますね、はいはい、覗きですからね、はいはい、防犯ブザーを鳴らしてもよい、その場で叫ばなきゃダメっていうのもね、これもなんか、うん、ひょっとしたらソロキャンプだけに逆に危険を感じる行為かもしれないですよね、それをやってしまうことが。うん、まあスタッフに通報が安全と、 そうね、そこからそういう回答が来たんでしょうけどね、うん、回答というか反応か、うんうんここまで読んじゃうと、うん、そのソロキャンプ自体がやっぱ女性のレジャーとしてまだリスクが高いものなのかなっていうふうにも見えちゃいますよね、うん、はい、うん、でね、時々いろんなニュースでよく出てくる、うん、ソロキャンプになんか行った若い女性が良くないんじゃないかという、うん、間違った考えに行っちゃうわけですよね。被害者がさらに被害に遭うっていう、うんうん、で、まあこのニュースとしてはここで終わりなんですけれど、うん、先日その小室さんからね、はい、紹介いただいて、うん、これ受講しときなって言われて受けた斉藤先生のセミナー、はい、第1回オンラインで私受けましてですね、はい、そこでこんなネタがございました、はい、痴漢脳による認知の歪みと。めっちゃいっぱい書いてあるねいやこれでもね5つ6つ抜いたんですよ。これとこれはちょっと似てるからって言って。いや私も見てましたけどそのセミナー、うん、はい、わかります。男性の皆さん、この痴漢脳っていう言葉反応してくださいね。反応できるかな。痴漢脳があなたの頭の中にできているかもしれないってことですからね、うん、でこれ何のリストかというとですね、認知の歪み、要は斉藤先生のところで実際に治療を受けた痴漢依存症の方の考え方です。うん、痴漢依存症の方にどんな意識でそんなことやってんのと、うん、なんでそんなことしちゃうのって聞いた時に答えた例がこれです、うん、はい、まず上からいきますね。目が合った女性は痴漢されたいと思っている人である。極端、うん、でもだいぶライトですこの中では、はい、最初は嫌がる女性が多いが、多くの女性は痴漢されているうちに気持ちよくなる。 AV かなりませんから、なりませんよ絶対に。 AV の見過ぎもいいところです本当に、ちょっと触れるぐらいなら気づかれないし、もっとひどいことやっているやつはたくさんいる。責任比較問題ですね、うん、はい、あいつよりはマシだみたいな、うん、でもやってること痴漢ですからね、うん、はい、こちらをチラチラ見ている女性はもしかしたら痴漢されたいと思っているのではないか、うん、似てますよね。ソロキャンプの女性に親切にしているだけですみたいな感覚とね、うん、似てるね、うん、次、露出の多い女性は性欲が強いはずだ。ソロキャンプに行く女はセックスしてもいいはずだそういうことになるわけそうなってきちゃうんじゃないですかね。最低、うん、好きが多い女性、寝ている、飲酒、終電は触られても仕方ない、うんうん、自分が酔っ払ってその電車に乗っている時とかに寝ているんだから財布抜かれてもしょうがないとか言われてるのと同じようなことなんじゃないですかねこれ。そうですね、うんうん、はい、これがすごい。今週も1週間も俺は頑張ったから自分は痴漢しても許される。意味が分かんない、意味が分かんない。お前は神様かって話ですよねこれね。痴漢がご褒美って、はい、うん、大体頑張ってないですよこんな人きっと、うん、まあ分かんないですけどね、実際その人会ったことないんで、うん、それぞれだからね、はい、次、こんなに惨めな気持ちになったのは女性のせいだ、うん、だから痴漢しても許される、
はい、そこにいる女性は全く関係ないですし、しかも惨めになったのは女性のせいではなくて、女性にそういう目で見られているあなたのせいです。はい、そうです。はい、これですね、女性は男性から痴漢されることで性的満足を得ている。もうこれやっぱり AV 業界から発している負の情報がね、うん、そのまんま、ね、うん、反映されてますよね。はい、うん、まだありますよ。痴漢事件の中には捏造もあるから、うん、少しくらい痴漢しても許される。要は痴漢冤罪事件があるから、うん、そういうことを企む女子もいるからというのがありますが、うん、このセミナーをされていた斉藤先生は、およそ1000人を超える全てのデータ、今まで起きている性犯罪に関するデータを統計取った上で 98% 以上の性犯罪の被害者は女性であると断言されてました。はい、はい、男性被害ですかね、男性蔑視ですかね。事実に近い、はい、うんうん、相手から近づいてきたから痴漢してもいいだろう。満員電車ですからね、近づいてきたってそう見えるんですよね。そう見えるってことですよね。うん、あの斉藤先生が言われるには、痴漢になるきっかけの中で一番多いのはたまたま手が触れてしまったとか、うん、満員電車でね、うん、たまたま肘が当たってしまったというのが一番多いんだそうです、うん、はい、妻とも随分セックスレスだから痴漢に走っても仕方がない、うん、ちょっと一つ飛ばしましたけど、その上がものすごいです、うん、はい、日本一痴漢が多いと言われている埼京線だから痴漢してもいいだろう。すごい理由ですよね。本当ですよね、うん、次もすごいですよね。女性専用車両に乗っていない女性は痴漢されたいと思っている。こう全部聞くとね、うん、全てが自分目線ですよね、うんうん、スイッチが入り気がついたら触ってしまっていた、うん、はい、触ってしまっていたのはスイッチじゃない、うん、あなたです。本当です、はい、痴漢は犯罪ですとポスターを見たが、俺は少し触っているだけだから犯罪じゃない、うんうん、それが痴漢です。本当に、はい、どうでしょうかこれ、うん、そのまま今ここ痴漢能って書いてありますけど、セクハラ能っていうのにも置き換えられそうな気がしますね、うんうん、そうですね、認知の歪みっていうのが、うん、はい、セクハラの問題にも関わってきてると思うので、一、うん、ね、うん、週間頑張ったから、頑張ってないあいつにはこんないうことを言っても許されるかもしれないとか、うん、あるかもしれない、ね、こんなに惨めな気持ちになったのは、うん、妻のせいだ、うん、だから女性社員にセクハラをしても許されるとかあるかもしれないですね。なんかね、うん、ありそうな気がしますね、うんうん、表には出ないこう、ね、心理としてありそうな気がします、うん、痴漢能による認知の歪みというのが、うん、長いことですね、このセクハラが起きやすいとか職場であったりとか、うん、性犯罪がよく行われるようなとか、うん、あとAV なんか正直ほぼあの行為そのまんましたら犯罪ですから、犯罪です、うん、十中八九犯罪になりますから、うん、そういったものばかりずっと見ていってしまっていると侵されてっちゃうんですよね、こういう考えにね、うんうん、で私の周りでこういうカウンセリングをしているような人の中にも、でも女性による性犯罪もあるんですって言ってそれをものすごく大きく取り上げようとする人いるんですよ、うん、まあ、確かにあるのかもしれないです、ゼロじゃないかもしれない、うん、でも 98%99% の性犯罪セクハラは加害者が男性なんですよね、うん、はい、じゃあそれは何によるかって、そのやっぱり意識の歪みというか認知の歪みというか、うん、まあ、いわゆる痴漢能っていうものに我々男性がなってしまっているんじゃないかなと、うんうん、そこでこうあまりねそこだけをピックアップすると、うん、ほら男性蔑視だって言われちゃうので、うん、はい、そこであえてフォローアップするとすればですよ、うん、そういうものを欲してきた日本社会の構図っていうものも少なからずあるじゃないですか、うん、はい、うん、なのでそこで初めて、あ、
自分たちの考えてきたことっていうのは日本社会の刷り込みだったんだって気づくことができる人はここから変わっていける、うんうん、またはセクハラだと思われない痴漢のって言われない考え方立ち振る舞いができる可能性のある男性なのではないかなと、はい、うん、斉藤先生曰くですね、こういうことを言っている人たちの多くが、まあ、駅員室に連れて行かれたり、うん、その後交番に行かされたりとか警察に連れて行かれされたりした後に説明をされても、なんで俺がいけないことをしたと思われているのかが分かってなかったと、うんうんうん、長いこと時間をかけて説明してもなかなか分からなかったと、うん、いうことだそうです、うん、はい、皆さんの行動をぜひ胸に手を当ててもう一度考えてみていただきたいなと思います。普段自分が言っていることやっていることが本当に男女平等として個人個人を尊重しながら付き合っていく社会の中で正しいことなのかどうか、うんうん、私ずっと、まあ、これ24本目ですよね、はい、だから番外編入れると27本目ですかね。そんなになる、はい、番外編2つありましたから、はい、うん、やってきてまだまだ言い足りてないって思ってるんですよ。領事はね、男性に厳しいのよ。いやいや厳しいんじゃなくて、やっぱりあのなんていうかな、あの一人一人をちゃんと子として尊重できる社会にこれから変わっていかないと、うん、それは海外に比べれば日本まだいいかもしれないですよ、うん、あのアフリカとかね、インドとかで行くと、もうこの間もちょっと話、向こうでずっと生活してた人に聞きましたけど、あそこの地域は夜女性が一人で歩いたりしたらレイプされても仕方ないって思われるような地域だった、うん、そういうふうに言われちゃう地域だっていうところ、海外にはもう山ほどあります、うん、でも日本はもう先進国ですから、はい、そうですね、うん、で人口どん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 減っていきますからね、みんなが一人一人が輝ける社会になっていかないと、日本はどん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 遅れていって取り残されていってしまうと、うん、そうならないための土壌は絶対日本にあると思いますから、これは差別ではなく、あえて啓蒙みたいなものでね、あの皆さんぜひ気づいていただきたいなと思ったところで、あのユンジさんにもお手伝いいただきながらやらせていただいてます。ありがとうございます。本当にでは、はい、なんか青年の主張みたいなことを申し上げましたがここまで言ってユリさんにまとめていただくというのもどうなんでしょうか、はい、お願いします、はいはい、確かにね、女の子一人であれやってこれやって大変そうだなって思うことってたくさんあると思うんです。それはソロキャンプだけじゃなくて日常生活、会社でのいろいろなことたくさんあると思うんですけれども、一言声をかけてください。手伝おうか、助けはいりますか、 Can I help you? これを一つ声かけてみてください。以上です。英語も一つ勉強になりましたね。とんでもない。では今週の小室由里のネットでウィークエンダー、この辺でおしまいにしたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。 Can I help you?